やろう、あたいに一回勝ったくらいで図に乗りやがって。この戦闘訓練は日本選手なんだぜ。今度はこっちのもんだ。おい、そこの、さっきはエレンの方だったがな、今度はあたいのパーティーだ。あたいの命令にはイエスって答えろ。それ以外は認めねえからな。つうわけでだ、いいか、今回の目玉はこいつだ。転校生だ。さっき奴らが無尽蔵に魔法を打ってきたのはこいつの魔力のおかげだ。同じパーティーだった奴はわかるな。今度はこっちがやって、あとこのくらいはあっちも予想がついてる。使わねえ手はねえだろ。だからもう一丁だ。今回は町だからな、やりようはいくらでもあるぜ。クリムゾンブレッドもここまでだ。見てろよエレン、うん、グッ。まずはいい感じだ。さっき思いっきりやり合ったから動きもいい。訓練だと舐めてたのに勝つが入った。これだから平和ボケはガイアンだ。この学園は平和だぜ。外の世界を勘違いするほどにな。バッ、そりゃ魔法使いが山ほどいるからだ。それにクエストも選別されてる。雑魚だろうと怪物だろうと出てきたやつと戦うのが軍だ。そこにいたあたいが言うんだ。間違いねえ、ここは世界のどこよりも平和だぜ。だがそれもいつまで続くかわからねえからな。今のうちに鍛えておくんだ。それがこの訓練をする理由だよ。あたいには関係ねえ。 Not my business。 こっちはエレンに勝てればいいんだ。意義なんて知ったことか。ほら、そろそろ時間だ。行け転校生。そこだ、そこに立ってろ。とにかく動くな、息もするな。下手に動かれるとこっちが守れねえ。ギリギリ目立っとけ。勝負はエレンが気づくまでだ。できるだけ時間を延ばす。いいな。お邪魔。チェックだ野郎ども。たった今から敵をめたくそに殲滅するためのオペレーションを開始する。事前に伝えておいたように動け。一歩でもずれたら容赦しねえぞ。なお転校生は最優先防衛目標だ。それを空の頭に叩き込んどけよ。つうわけで作戦開始だ。転校生いいな。作戦通り絶対に動くだ。へっへっへ、ざま見さらせエレンのやつめ。向こうに聞こえるように宣言しとけば絶対に転校生を探しに来るからな。てめえをおとりにしてエレンを総攻撃しちまえば、あとは雑魚ばっかだ。さてこの辺でいいだろう。転校生、なぜこの作戦を拒否しなかった。てめえエレンに自分の価値を高めろとか言われてんだってな。そりゃ間違っちゃいねえよ。ならなんで自分をおとりにする作戦を、自分が一番危険な作戦を拒否しなかった。訓練だからか、勝てる可能性が一番高えからか。もしそう考えてるならクソのクソだ。もしてめえが死んだら魔力タンクの代わりはいねえんだ。たとえ局所的に勝利してもてめえがいなくなったら連勝は無理だ。指揮官は目先の勝利のためにアホみたいな命令をする。今のあたいみたいにな。いいか、絶対に流されんな。理不尽な命令されたらぶっ飛ばせ。以上だ。